一度でいいから定価で売りたい。定価で売りたい。いらっしゃいませ。パソコンが安いお店です。私たちの再会と輝く未来に、永遠に続く友情に。第11回サントリーミステリースペシャル火の風。今週のショービズラインナップ、まずはじめ、いつものように全米映画興行成績ベスト10。シリーズ7作目、時を超え新旧館長が出会うスタートレックジェネレーションズの映画批評。インタビューウィズヴァンパイアの吸血鬼役がファンのイメージを崩すこともすらないと語るトム・クルーズ。リュック・ベソン監督がハリウッド進出、殺し屋と少女を描いた映画レオンのキャスト。現実的ではないとしても何かを信じることの素晴らしさを描いた映画34丁目の奇跡のキャスト。そして年内公開でオスカー候補の条件クリア、感謝祭から始まるホリデーシーズンを狙う21本の新作、94年クリスマス映画紹介と続きます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ショービズ、ガンそば始めました。頑固なこだわりが作った日清ガンそば新登場。ジュリー&マリーヒットシングル、ハローオレンジサンシャイン、チーズピザを含む待望のセカンドアルバム、オレンジサンシャイン、12月1日オンセール。センリーベストアルバム「スラッピー・ジョー2」発売中。シンディ・クロフォードが離婚説を否定しました。俳優のリチャード・ギアの妻でスーパーモデルのシンディ・クロフォードがロンドンでテレビインタビューを行い、離婚説は単なる噂で真実に基づいたものではないと語りました。この噂はロンドンのタブロイド紙により、リチャード・ギアの部屋から早朝女性が出ていくのを写真に撮られたことで広まりました。ギアの方からの声明はまだ出されていません。ミック・ジャガーにサティスファクションです。来年3月に来日が決まっているローリング・ストーンズのボーカリスト、ミック・ジャガーがロンドン経済大学の名誉学賞に選ばれました。ジャガーはローリング・ストーンズ結成前にこの大学に通っていました。この名誉を受けてジャガーは後日、選んでくれた学生たちにお礼のスピーチをしたいと語っています。大学側によると、学生たちにとってこの大先輩は神のような存在だということです。今週の10位、初登場、ザ・スワン・プリンセス。プリンセスが邪悪な魔法使いの仕業で白鳥に変えられて、バレエでおなじみの白鳥の湖をもとにしたアニメーション。声の出演、サンディ・ダンカン。9位、ザ・ウォー。3週目で3ランクダウンとなったファミリードラマ。子供たちの砦をめぐる争いを軸に家族の愛を見つめます。主演イライジャ・ウッド、共演ケビン・コスナー、監督ジョン・アブネット。8位、初登場、ミラクル・オン・サーティフォース・ストリート、放題34丁目の奇跡。クリスマスのおもちゃ売り上げ競争がサンタの真偽をめぐる裁判を呼ぶリメイクファミリー映画。主演リチャード・アッテンボロー、制作脚本ジョン・ヒューズ。
7位パルプフィクション。6週目でスリーランクダウンを喫した奇才クエンティン・タランティーノの監督第2作。暗黒街でおなじみの物語がユニークな語り口で綴られます。主演ジョン・トラボルタ、ブルース・ウィリス。6位スターゲイト。4週目でこちらもスリーランクダウンの SF アドベンチャー。古代の遺跡が宇宙の旅への入り口となります。主演カート・ラッセル、共演はクライムゲームのジェイ・デビッドソン。5位初登場ザ・プロフェッショナル、邦題レオン。グランブルーニキータのリュック・ベッソン監督が英語で撮ったアクションロマンス。一匹狼の掃除屋と一人ぼっちの少女の間に芽生えた美しい愛の物語。主演ジャン・レノ。4位ライオンキング。帰ってきた夏のアニメ大ヒット作。クリスマスにかけてもう一声の気配です。声の出演はマシュー・ブロデリック、ジェレミー・アイアンズ、そしてウーピー・ゴールドバーグ。3位ザ・サンタクロース。2週目でワンランクダウンのファミリーコメディ。サンタの代理を務めたパパ、子供たちのハートをつかめるでしょうか。主演はテレビシリーズの人気者ティム・アレン、監督ジョン・バス・クイーン。2位インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア。2週目でワンランクダウンのホラーを超えたヴァンパイアストーリー。美しき血族を従えるのはトム・クルーズ、共演ブラッド・ピット、監督ニール・ジョーダン。1位初登場スター・トレック・ジェネレーションズ。新旧2つのシリーズが合作してエンタープライズ号の新たなる航海を支える SF シリーズ新バージョン。主演パトリック・スチュアート、監督デビッド・カーソン。今週はスター・トレックが記録を作りましたね。そうなんです。ワープスピードでチャートのトップに躍り出ました。2300万ドルを超えるオープニングはスター・トレック映画7本の中でも最高のもの。この裏には素晴らしい映画を作ったことに加え最高のマーケティングと配給の戦略がありました。特に製品の鍵を握るのは公開のタイミングです。感謝祭の連休の1週間前に照準を合わせました。またテレビシリーズスタートレックザ・ネクストジェネレーションの人気が映画のヒットに貢献しています。テレビシリーズの館長役パトリック・スチュアートの出演も大きく、オリジナルシリーズのウィリアム・シャトナーとともにスタートレック・ジェネレーションズの核となっています。テレビシリーズのおかげで露出度が増し、観客の頭に新作がしっかりインプットされたようです。ティム・アレンのザ・サンタクロースも好成績を維持しましたね。立派な数字でスタジオも満足していますね。この映画もテレビが成功の鍵となり、おかげで映画はボックスオフィスの上位をそりで疾走しています。主演のティム・アレンはテレビシリーズホームインプルーブメントで人々に知られており愛されています。だからこそみんながこの映画を見たいと思ったわけです。最高のマーケティング戦略、そして配給体制も万全でした。ライバルが多くなるホリデーシーズンの開始前に封切り、観客にこの映画を印象付けました。さらに1700万ドルを超えるオープニングを記録したこともあり、サンタクロースを見るしかないといった雰囲気が一挙に高まりました。2週目も数字を維持しましたね。そうなんです。よく頑張りました。2週目も1700万ドルを上回る数字で大ヒットとなりました。最終的にはトータル1億4000万ドルの線まで行くでしょう。もう一本のサンタ映画は出足が悪かったようですが、34丁目の奇跡をボックスオフィスで生き返らせるにはまさに奇跡が必要です。リチャード・アッテンボローは見事な演技でサンタ役をものにしています。ただ残念ながらティム・アレンではない。ホームインプルーブメントでアメリカ人なら誰もが知ってるアレンほどの観客動員力が彼にはありません。小さなヒロインを演じるマラ・ウィルソンはミセス・ダウトに出演していた達者な子役です。映画の出来も上々で楽しめますが、2本のサンタ映画のうち1本となるとアレン主演作が有利ですね。トップ5内に久々にライオンキングが入っています。ディズニーはこの映画の公開を一旦打ち切り、改めてホリデーシーズンに再公開という賭けに出ましたが、見事に作戦は当たったようですね。こういうリスクを犯せるところにハリウッドのスタジオ中でも最も賢いマーケティングと配給を行うディズニーの実力が伺えるわけです。子供たちが学校に戻る秋には
ライオンキングを支持する観客層が減ることを彼らは見越していました。逆に学校が休みになるホリデーシーズンに観客が減ることも予想通り。単純なことですが、なかなかできないことです。すでに映画はトータル2億7300万ドル近い興収を上げていますが、3億ドル突破は必至と言っていいでしょう。文句なしの大ヒット作で、会社側も満足のはずです。レオンの出足もなかなか好調でしたね。まさしく、先週独占映像を紹介したこの映画のヒットもまたタイミングの勝利でしょう。ライバルがない時期に公開しました。パルプフィクションはすでに下降気味になっていますし、スペシャリストの観客も一巡しています。そこでレオンはこの時期、アクションファンを独占することに成功しました。さらにコロンビアの巧妙な配給に加え、殺し屋と少女の愛情を描いたストーリーで、ブルーカラーアクション観客のみならず、ホワイトカラーアート観客にも受けています。要するにレオンは、ポテンシャルエナジーを全開にした一作となったんですね。感謝祭の週末にも楽しみが多いですね。もちろん、素晴らしい成績となるでしょう。ハリウッド全体で、感謝祭に1億5000万ドルは稼ぐ見込みです。2300万ドルを超える興収を上げ、第1位でスタートを切ったスタートレックジェネレーションズ。新たな宇宙の旅に出た SF シリーズ衣替えバージョンの映画批評をお届けします。スタートレックジェネレーションズでピカード艦長は処女航海に出発します。マルコム・マクダウェルが情熱的かつ大げさに演じるイカれた科学者は、帰還のためならば大量殺人もいといません。時空の壁もひらりと超える映画、長年のスタートレックファンの夢を叶えます。新艦長ピカードとおなじみのカーク艦長が力を合わせて悪巻に立ち向かうのです。ピカード役のパトリック・スチュアートはカリスマ的、ご存知ウィリアム・シャトナーも講演します。宇宙船乗組員でアンドロイドのデータを演じるブレンド・スパイナーの演技は他を圧倒し、底抜けに面白いものです。残るメンバーも役柄は限られているものの検討しています。スクリーンに広がる SFX も最高です。テレビシリーズを元にした脚本には薄っぺらい哲学があふれています。それでも映画スタートレックジェネレーションズには合格点を挙げていいでしょう。関係者が長生きし、シリーズが続くことを望みましょう。第2位に退いたものの、まだまだ首位奪還のチャンスはありそうなインタビュー・ウィズ・ヴァンパイア。美しい吸血鬼レスタット役を演じるため大変身したトム・クルーズに聞きました。インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアで吸血鬼役に挑んだクルーズは、たとえファンがショックを受けようと、またナイスアメリカンのイメージが歪もうとも構わないと言い切ります。確かにレスタットは人殺しですが、中身のあるキャラクターを演じたいとクルーズは望んでいました。
アン・ライス原作の吸血鬼物語、そのダークなヒーローにクルーズが選ばれた時、ライスはこれに猛反対しました。しかし9月に完成作を見た原作者は、ハリウッドの業界誌に見開き2ページの広告を載せ、映画インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアとその出演者たちを絶賛してみせました。But even before, and I don't mean this in the wrong way, I felt very good about what I'd accomplished, and I think I was, really admire Neil Jordan, what he's accomplished directing this movie. So it was just an added bonus, you know, because if you're an actor and you're just, you know, waiting for the applause at the end of all that hard work, I mean, there's no guarantees there. It's kind of a very, vacuous way to live your life. When you're just starting out, you look for the applause because it will get you your next job. You just look for the work, and you're just worried that you're not ever going to work again. And then you realize, you know, okay, you know, you get a steady meal all the time, and you're going to work, and you're going to, you know, the reins loosen up, and you're able to have more and more choices and more material available to you, you know, who knows what it's going to be like 5 years from now, but that's the way it is now, and I'm enjoying it and taking my time. 世界中で大ヒットとなったフランス映画、ニキータの監督、リュック・ベッソンがハリウッドに進出しました。タイトルはレオン。ダニー・アイエロ、ゲイリー・オールドマンが出演していますが、主演はニキータでおなじみのジャン・レノです。好調なスタートを切った新作の出演者に聞きました。これは無情なまでに仕事をこなす殺し屋の物語です。しかし監督のリュック・ベッソンは優しさにあふれる作品だと語っています。For me, it's a love story. It's a, you know, it's like you have this guy who is a cleaner. He makes the bad job. He kills people. So he's a bad guy. And he's in this apartment alone. And he's dead somewhere. And he just opened the door. And a little flower comes in.この少女は13歳の新人、ナタリー・ポートマン扮するマチルダ。両親を亡くし悲しみに暮れるマチルダは、隣の部屋に住むレオンを殺し屋とは知らずに親子のような関係になります。They have things to teach each other. How are you today? I've seen better days. Why do you think your character said okay to this relationship and went with it rather than throwing her out and brushing her aside? Because she was the first person who asked me, can I buy milk for you? And he was really surprised because nobody talks to him. He's a really lonely guy.ニューヨークを舞台にしたこの映画で、ニキータで成功を収めたリュック・ベッソン監督とジャン・レノがこの映画で再びコンビを組みました。そして脇を固めたのはダニー・アイエロとゲイリー・オールドマンです。He said, go back inside. It has the qualities of a kind of bigHard, punching, fast-moving American movie. And yet it has an injection of European cinema. レオンはアクションファン以外でも楽しめる映画です。Instead of the professional, Sherry Dean, CNN Entertainment News, New York.8位でスタートを切った47年のリメイク版34丁目の奇跡。この映画の出演者に聞きました。I'm Santa Claus. Oh, you don't believe that, do you? 傑作34丁目の奇跡をリメイクしたことをディラン・マクダーモットはこう説明します。 We made a really, really good movie that I think not rivals the original, but is sort of a companion piece.リメイク版で彼は心優しい弁護士を演じました。肝心のサンタ役に選ばれたのは、制作権脚本のジョン・ヒューズは第一候補のリチャード・アッテンボローが出演してくれたことに大満足です。
You give them a tug. Woo! Are you convinced? 人工の雪を降らせた春の日に本物の冷えを生やしたアッテンボローがパレードしました。Now to ride on a sled down Central Park West with thousands of people all cheering their heads off and waving and little kids looking up at you aged 3, 4, and 5 and really believing there goes Santa Claus, you know, I mean, what more can an actor want?現代社会にあってクリスマスやサンタは必ずしも神聖な存在ではなくなっています。しかし小さなヒロインスーザンを演じるマラ・ウィルソンは実に巧みに説明してくれました。 It's about having faith in someone that can take care of you, like God or Tooth Fairy or your parents or Santa Claus or the Easter Bunny or just anybody like that.彼女の母を演じたエリザベス・パーキンスはとんでもないアイデアが却下されて喜んでいます。結局マラが演じることになった子供がサンタに望んだものは34丁目の奇跡を望むのはボックスオフィスでの大逆転かもしれません。オーバーテック15周年大創業祭、マグネットキャリア9800円、タイヤチェーンオール4割引き、スタッドレスタイヤ5割引きより。大創業祭、太陽神のオートテック、夜9時まで営業。綺麗になったね。リフレッシュオープン、ソシア21。日本を裸にする。ペントハウスジャパン、11月30日創刊文化社。初めてのハイウェイゲレンデ、サクスキーガーデンパラダ、12月21日オープン。桜平パーキングエリア直結。近いね、パラダって。ショービズ。感謝祭から始まるクリスマスシーズンに続々公開となる新作をまとめてご紹介しましょう。ハリウッドが笑いと喜びをプレゼントすれば、観客はボックスオフィスでお返しをしてくれます。サンタもいくつかの新作で大活躍しています。34丁目の奇跡でサンタを演じるリチャード・アッテンボローにとってクリスマスとは、It's a great, great, marvelous, warm, touching, vital part of my life, and I love it. ザ・サンタクロースのティム・アレンは抵抗なく出演を引き受けました。Was respectful of Santa Claus. There was no, we were joking about it. Just play him as a wonderful man that he is. The competition. ヒットのためのアイデア競争は熾烈。シュワルツェネッガーはジュニアで妊娠します。I mean, he gets to the ninth month, my stomach was getting so big that I felt like I was carrying Danny DeVito around inside. You know. ジム・キャリーはダム&ダマーのために IQ を下げました。It's about, you know, messing with the medium, you know, and doing something that's never been seen before.Whether it's bathroom humor, if you're gonna do bathroom humor, take it to the next level. バカバカしさを競うこの映画で、キャリーとジェフ・ダニエルズは世界一不快な奇声を上げます。ファミリー観客を狙うディズニーは、まずジャングルブック実写版を、そしてアニメと実写で図書館の本を襲うページマスターで勝負します。You're a Starfleet officer. You have a duty. I don't need to be lectured by you.新旧2つのシリーズの館長が共演のスター・トレック・ジェネレーションズはすでにヒット。The next generation takes the helm, and away they go, and it's time for us to say goodbye. マコーレー・カルキンのリッチー・リッチがヒットすれば、新シリーズ誕生の可能性もあるでしょう。オスカーに狙いを定めたクリスマス映画も少なくありません。選考の対象となるには、年内の封切りが絶対条件となります。
スーザン・サランドンはセーフパッセージと若草物語の2本に出演。大作レジェンズ・オブ・ザ・フォールにはアンソニー・ホプキンスが挑戦します。ジョディ・フォスターはネルでネル語を操り、ジーナ・デイビスとマイケル・キートンはスピーチレスでスピーチライターに。ディスクロージャーの2人はセクハラを語ります。パリ・ミラノのファッション界を舞台にするのはロバート・アルトマンのプレタ・ポルテ、スティーブ・マーチンのミックスとナッツの舞台は自殺防止センターです。May I put you on hold while I run to my desk? You're not calling from a bridge or holding a weapon? No. Good. ウォルター・マッソーは IQ でアインシュタインに扮し、メグ・ライアンをティム・ロビンスに紹介。ポール・ニューマンはノーバディーズ・フールで思いがけない道をたどる作業員を演じます。It's easy to stay with the familiar. For this guy to assume responsibility to a family that deserted is unusual. カップではトミー・リー・ジョーンズがホームランを放ちます。で、今年もクリスマス映画は新年まで切れ目なしに愛、笑顔、希望、喜びをもたらしてくれるはず。ここからどんなヒットが、はたまたオスカー候補が生まれるか、乞うご期待です。